吉田さん、起きましたか？お疲れ様でございます。いや、あのね、お金はね、使えば使うほど使うスキル、場数が増えていくのは確かですね。どんなことでも、なんかこの両稽古っていうんですか、数をやることによって手数を出すことによって慣れてくるし、度胸も出てくるし、まあね、こう言うと乱暴にお金使ってるように聞こえるかもしれませんけども、あの1万円以下だったら躊躇ないですね、私はね。買うかどうか決めた場合、その代わりものすごく吟味しますね。で、逆に言うと1万円以下のものってもうだいぶ買わなくなってきたかなと。吉田さんが言われるように、これだってものには高くお金を積むことができる。要するにクオリティの高いものって価格も高くなるのはしょうがないですよね。そのクオリティを追求してるわけですから。それこそ工数をむちゃくちゃかけて、いろんな人の手がかかっていて、アイデアがかかっていて、3万円の商品が10万円の商品になかなか勝てないと思うんですよ。もちろん使うスキルによっては、その工房筆を選ばずといってね、あのすごく上手なテクニシャンが使えば二足三門の機械でも一流のこの効果を出すことはあると思いますけども、まあ基本的には私たちは自分の力をね、スキルアップをするよりもテクノロジーに依存した方が一足飛びに行くのは一足飛びに行くんですよ。ただやっぱりね、高いクオリティの商品ってのはそれなりに扱えないといけないんで、結局はね、テクノロジーに依存することはできなくって、テクノロジーについていくだけの自分の力がいるんだろうなとは思うんですけどもね。さあ、それでね、まあいろいろと考えたところによると、もう確かにね、高いものにはドンとお金を使いたいし、何かね、こだわりの商品を選ぶときってなるべく高いもの、もっと高いもの、クオリティの高くて価格は高くてもいいから、そういうものないかなと思って探すようにはなりますよね。で、おかげさまでね、この今私ソニーのカメラをずっと使ってますけども、もうだいぶ慣れましたね。あの以前まではクールピックス6900っていう、あのファインピックスか何だったか忘れましたけども、コンパクトデジカメの本当二足三門と言ったらね、言い過ぎかもしれませんけども、1万円前後のやつを中古でメルカリでいっぱい買ってたんですけども、今はそれをね、完全お蔵入りして、毎日ソニーのこの VZ1G、Vlog 用のカメラを使うようにしてますね。そうすると、10万円のカメラだったんですけども、さすがに1年も使ってないんですけども、もう相当使ったような気がしますね。だってこういうカメラを使う人って、そのビデオブロガーになることを考えなければ、普通の使い方だと、例えば運動会の時にちょっと使うとかね、遠足の時にちょっと使うみたいな、そんな年間でシーズンシーズンしか使わないと思うんですよ。で、3年ぐらい使った時にそのね、カメラを持ってる人がどういうかっていうと、あ、結構3年使ったから元取れたよね、3年使って割には綺麗だよね、だから中古に出そうかって発想になると思うんですよ。でもやっぱり私とかね、吉田さんの場合はカメラもそうだしマイクもそうだと思いますけども、同じ3年使ったって言っても毎日数時間とかね、十数時間使ってますから、もうクタクタになるまで使ってるわけですよね、カメラが。だから本当に使い果たしたなみたいな感じはしますし、こういったデジタルガジェットって基本的に外観がそんなにね、傷まないんですよね。どんだけ使っても、使い込んでも使い込んでもそんなに傷まないんですよ。ただ中の消耗品っていうのは少しずつ摩耗してきてるんで、多分中古で下ろすと、早めにダメになるんじゃないかなって気はしますけどもね。やっぱりね、わかりませんけど。さあ、そこで、ここで私がね、お金の上手な使い方についてまたね、一言申し上げたいと思いますけども、私ソニーのこのデジカメ使ってます。結構いいなと思ってるんですよ。ですんで、そろそろこれの中古が出ると思うんですよ。その中古が6万7万だったらもう1個買おうかなと思いますね。2個使うことによって使い方も広がるなと思いますし、1個が不調の時にもう1個使えるし、あとはね、電池の問題です。充電の問題。1個を使ってる間に1個を充電してまたいい状態にしておくとか、2箇所で撮るとかね、いろいろと使い方広がるなと。もっと言うと、車に1個積んどいて1個は固定しとくみたいな感じでね、それこそ持ち出さなくてよくなるんで、カメラを傷つけたりなくしたり落としたりするリスクはそういう風に減っていくのかなと思うんですよ。まあそう考えていくと、1個10万円のカメラなんですけども、2個買っても全然損はないかなって使い方も見えるということもありますし、これだけの頻度で使うんだったら2つあっても別にコストとしては高くないかなと思うんですよ。はい。ですんでね、クールピックスですらね、6900ですら、1万円もしないデジカメですら私は何年も使ってきました。ということは、この10万円のカメラは同じぐらい使える、もっとそれ以上使える可能性はあると思うんですよね。で、結構私と相性がいいです、このカメラは。使いやすいっていうかね、サササッとできるようになりました。実は他にもいろんなカメラあったんですよ。こういう、まあボックス型のね、
こういったあのブロガー用のカメラみたいなのも出されていて、こうやってパカッとやってこうそこに撮影するみたいなのがあったりとかね、あとまあ古典的な一眼レフカメラとかもあったり、なんかネオ一眼とかあったりね、いろいろあるんですけどもね、やっぱりこのデジカメ型のムービー撮れるような、これは良かったかなと思いましたね。まあ録画時間がもっともっと長くなればいいなっていうのと、バッテリーがねもっともっと持てばいいなと思うんで、ちょっとバッテリーについてはこれから対策を考えないといけないなと思うんですけどね。あと手軽さですね。あの私の場合カメラスタンドをくるくる回してつけてるんで、その手間がちょっとかかるんですよ。だからこうワンタッチでパコンパコンパコンってはめれるようなガジェットがあるとさらに手軽に撮れるかなと思いますんで、そういう工夫していこうかなと思いますね。はい、なんかね地獄行きみたいなタイトルつけてますね、吉谷さん。何なんですかこれは。まあお金がない人がお金を使っちゃうってのは地獄行きですね、確かに。私もねお金がない時はお金使いませんでしたからね。お金がない時に一番お金使ったのは何かっていうと、ネットビジネス系で最初のネオヒルズコンテンツを買う時にクレジットカード2枚でそのキャッシング額を利用して40万作ったって話ですかね。実際そのネオヒルズのクラブって30数万だったと思うんですよ。なんで40万下ろしたかっていうと、その日のキャバクラ代に5万円とか6万円いったからなんですよね。しょうもないですね、だからそういう時代の私はね。まあでも逆に言うと麻雀店で冴えないおっさんでもここまで来ることができるっていう一つのね証明だったと思います。もちろんこれがみんなに当てはまるとは思いませんけども、少なくとも麻雀業界から身を立てた人がいるってことは、まあ足跡を残せたんじゃないかなと思いますけどね。さあ、そしてあなたはどんな足跡を残しますか。いってらっしゃい。